夏夢なぎさ。夏夢なぎさ、実況を始めていきたいと思います。さて、前回ですが、チャプター2終わりまして、今回からチャプター3の方、入っていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。誰かが呼んでいる。光の向こうから懐かしい声がする。あれは…なぎさん。ん？歩に呼ばれて我に帰る。夏の暑さのせいでぼーっとしてしまったようだ。悪い、あんまり暑いから。しっかりしてよ。なんといっても今日から休みなんだから。ああ、そうだったな。ようやく待ちに待った長期休暇の会社。懸案だった転校の件も親父に頼み込んで先延ばししてもらった。卒業まではこっちにいたいという俺の言葉に難しい声でうなったものの、結局は折れてくれた。じいちゃんの容態遺憾ではまた状況が変わるかもしれないものの、少なくとも今すぐ行かなくてはもう良くなったんだ。懸案も解決し、恋人もでき、さらには休み。そう思えばこの熱唱ですら爽やかなものに感じられる。ならば早速この陽気に乗ってサイクリングへ、行きたいところだけどな。残念ながら今日は素潜り部のミーティングだ。自転車戻ってきたんだね。おう、休みの時こそ活躍しようと満を持して帰ってきてくれたんだ。なんていう主人思いで殊勝なやつなんだランはよ。俺も元気なお前と再会できて嬉しいぞ。単に修理が終わっただけだよね。まあな、想像力のかけらもない休み。まあ修理自体は終わってたんだけど、テストやら何やらで引き取りに行くのが遅れただけなんやな。ライオ、今まで寂しい思いをさせてすまない。ああ、もしかして私を置いて自転車で行くつもり？そんなわけないだろう。だよね。じゃあ一緒に行こう。おう、ランは置いてくのも悪いので押して歩いていくことにする。寂しい思いをさせてすまない。やっぱりこうだよね。何が？ほら、恋人同士って言ったら腕組み歩きでしょ。別に今までだってそうしてただろう。いいの、大切なのは気持ちの問題なんだから。それもそうか。今の歩夢はただの幼馴染じゃなくて俺の恋人なんだしな。そうそう。しかし改めてそう思うと少し恥ずかしい気もしてくる。周りから見たらバカップルなんだろうか。いいのいいの、バカップル万歳だよ。に人の心を読むんじゃない。ダメ。じゃあいいってことで。いやでもな、俺にもプライバシーというものがあってた。渚なのにプライバシーがあったんだ。なんだと思ったんだ俺を。冗談。俺にだって他人に知られたくないことの一つや二つあるさ。つまり私に知られたくないようなことを考えてたりするんだ。どうしてそうなる？じゃあ考えてない？それは、そりゃ例えば歩むとしてことを思い描いたりすることもあるが。わあ、引くわ。お前は嘘、引いてない。でも、私は渚にいっぱい触れていたいし。
それで心が読めちゃうのは自分じゃどうしようもないから。わかってる、にするな。歩むになら何を知られてもいいような気がするしな。うん、ありがとう、なぎさん。しかし、恋人同士になれたのに今までと同じっても悲しいな。確かにちょっとそうかも。別のバージョンを生み出してみるか。別の？例えば？そうだな、胸や股間に手を合わせてアイブしながらは歩いた。冗談だよ、冗談。渚にそんな性癖があったなんて、恋人としての今後にちょっと不安が。おっさんにいい案が思いつかなかっただけだって。あゆむも何か考えてみてくれよ。私は、キスしながらとかいいかも。それは似たようなもんだろう、俺の案と。全然違う、渚のはただの変態だよ。キスしながら歩くやつも変態に見えると思うけどな。そうかな、私はラブラブって感じで素敵に見えるけど。まあ結局今まで通りが一番ってことだな。そうだね、無理しないのが一番だよ。おう、まだ恋人になれて間もないしな、少しずつ変わっていけばいい。無室に到着するとすでにネネと月島は揃っていた。そして俺たちが入ると同時にネネが詰め寄ってきた。やっと来たわね、お二人さん。遅かったか。時間通りだと思うけど。予定時間なんてどうでもいいの、ネネが待ったんだから。なんて自分勝手なやつだ。まあそれは冗談としてもよ。そんなことより結局あれからどうなったの、どうしてたの。あれからってどれから。どうって何が。またまた、とぼけないでよね。アムちゃんたちが浜に流れ着いた時よ。え、あの時ね。あの時は詳しく聞かなかったけど、今日はきっちり聞かせてもらうわ。っていうか気づいてたんじゃ。あれはあくまでも僕たちの推測だから。改めて言わなくてもいいような。いいから言いなさい。ほら、どうなのどうなの。あれだ、歩夢に聞いてくれ。そんなのずるい。ここは男らしく渚から言ってよ。こういう時は男も女もないだろう。あるの、やっぱり男の人が堂々と前に出なくちゃね。とか言いながら自分で言うのが恥ずかしいだけじゃないか。それは渚だって同じでしょ。確かにそうだけど。どっちでもいいから早く。ほら、渚、渚が言うの。わかったよ、仕方ない、どっちが言っても結果は同じだしな。なんだか恥ずかしいかも。この度言うしかないよな。歩むと正式に付き合うことになりました。あれ？何も言ってこないけど、まだ何か言うことあったか？まさか、その後のあれまで話すことか？いや、さすがにそれは話せないだろう。いくら友人と言っても、そこまで明けしつけに話していいものではないし、歩むの気持ちもある。万が一歩夢が許可したとしても俺が嫌だ。というか、そんな話まで聞きたがっているはずがないよな。ないと言ってくれ。
そう。祈りながら頬をかく。ねねも月島も未だにじっと俺の顔を見つめてきていたわ。が。いやー、おめでとう、なぎさ、あむちゃん。ありがとう。無駄に貯めてから祝福された。その場に用意したのか、クラッカーまで鳴らされる。遅い遅い遅い、渚くん遅すぎ。遅い、なんだ遅いって。何もかも、もう見ていていちいちしたというか、イライラしたというか。ずっとじらされてた感じだったね。そうそう、アムちゃんがかわいそう。かわいそうって言われても。そんなことないってば。アムちゃんがそんなだから、渚くんが気づかないままだったんだよ。どっちもどっちだね。そういう意味でもお似合いかな。男はやっぱりビシッといかなきゃダメよ、ビシッと。もうビシッと言ったからいいだろう。ねねが渚くんだったら、あと10年は早く行ってたわね。それは早すぎなんじゃないか。いいの、今までアムちゃんを取られなかった方が奇跡なんだから。それだけアムちゃんが渚一筋だったってことだけど。私はそんな、しかし、どうして俺は責められているのか。渚くんがもたもたしてたからよ。ねねたちはずーっとやきもきしてたんだから。そう言われても、俺自身気づいたのがつい最近だったのだから仕方ない。いや、気づけなくなっただけかもしれないけど。でも、おめでとう、二人とも。本当におめでとう。ああ、ありがとう。ありがとう。なんだかんだで二人は心から祝福してくれる。え、臭いけど、やっぱり嬉しいもんだ。あれはどうなったの？これ、あれ、まさかあれか、例のあれか、あれなのか。やっぱりその話を聞きたがっているのか。いや、さすがに友人といえども話すわけにはいかない。そういうことはやっぱり当人たちだけの秘密にしておかなければ。それはほら、なあ、いう、話をしてるのよ。天候よ、天候。天候？なんだと思ったのよ。ああ、いや、そうか、行こうか。そういえば、そのこともまだ話してなかったっけ。歩には先に話をしていたけど、親父と話し合って、もうしばらく様子を見るってことになったんだ。じいちゃんもすぐにどうのってわけでもないし、少し病院に入ったら元気になったみたいだし。まあ、年だからいつ何があるかわからないけど、当面は転校しなくてもいいってことだ。とはいえ、学園を卒業したら俺も向こうに行こうと思ってるんだけどな。もちろん、歩と一緒に。私も渚と一緒に。何の問題もなく、二人は熱々カップルなのね。そうなるのかな。しかし、そんなに大声で言うなって。ましいわね。月島くん、ねねたちも負けていられないよ。そうだね、僕も負けずに恋人作りを頑張ろうかな。よし、そうと決まれば。決まれば。お腹が空いたから、ウミネコ邸に行こう。賛成。せっかくは食いつけよう。まあいいんじゃない、腹が減ってはっていうし。確かに腹は減ったけどな。じゃあ、食
出発出発、行こう渚。お、まあ、パフェか。パフェいいじゃん。そうそう、おいしいんだからいいの。僕は構わないよ。まあいいけどさ、別に。こうしてみんなで囲むのは楽しいしな。ところでさ、私たちって素潜り部だよね。今さら何言ってるんだ。なんだか素潜り部っていうよりおしゃべり部みたいだなって。ねねもそう思う。確かに、ほとんどみんなで喋ってるだけだしね。誰のせいだよ、誰の。渚も喋ってるんだから同罪だよ。一人だけ黙ってた、不気味だよ。でも同罪は同罪だし、仲間仲間。勝手にダメぐらいは、ごめんのとよ、仲間にするんじゃない。せっかく私なりにいろいろ考えてきたのに。とまあ、こうやっておしゃべり部になっていくわけだね。そうだ、アムちゃん。それで何か打開策とか思いついたの？うん、ちょうどお休みなんだから、素潜り部っぽいことをしようって。お、なんだかちょっとミーティングらしい感じだな。え、今ってミーティング中だったの？なんだと思ったんだよ、お前は。みんなで楽しい食事会。こいつがおしゃべり部の部長であることに疑いの余地はないな。言い逃れのしようがないね。冗談だってば、冗談。まあそれはともかくとして、素潜り部っぽいって言っても海に潜るしかないんじゃないか。うん、だから合宿とかどうかなって。合宿いいね、それ。海に行ってスイカ割りして、かき氷食べて、日焼けして、ドキドキなアバンチュール。スモグリ部はどこ行った。謎の失踪を遂げたスモグリ部、果たしてその運命は。はいはい、みんなは放っておくとして、合宿ってもう何をするんだ。わー、ひどい。自業自得だ。何をするかまではまだ考えてないんだよね。ずっと素潜りの練習っていうのも味気ない感じだし。本来合宿なんてそんなものかもしれないけど、やっぱりここは何かイベントが欲しい。しかし素潜り部と関係が合宿中にできるイベント、じゃあ大樹の根元を見に行くなんてどうかな。大樹って言うとクリスマスだよな。うん、これなら素潜り部としても合ってるんじゃないかと思ってね。確かにそれなら良さそうだな。でもそれだと一日で済んじゃうそうじゃない。部室に寝泊まりして2日間は素潜りの練習して、最終日に大樹の根を見に行くってスケジュールなら合宿らしくなるんじゃないかな。それいい、みんなでお泊まり。ねえねえ、お泊まりじゃなくて素潜りをするんだよ。わかってるよ、大丈夫大丈夫。本当にわかっているのかどうか。それじゃあ早速今日から開始。今日からかよ。私着替え持ってないよ。僕も持ってないし、ネネも持ってないでしょ。後で取りに帰れば大丈夫。そんなに急がなくても、ちゃんと計画を立ててからやらなきゃ。その方が合宿も楽しくなるって。ぶー、でも早くやりたい。まあ気持ちはわかるけどな。お泊まりってやっぱりちょっとドキドキするよね。そうだそうだ、ゼンは急げだよ。それも違う気がするけど。わかったわかった、じゃあ今日は大樹の見える浜まで下見に行くっていうのはどう？下見は必要だな、やっぱり。うんうん、私も賛成。
方ない。それで許してあげよう。なんという偉そうな言い草だじゃあそうと決まれば早速行こう。パフェを食べてから。うんうん、残しちゃダメだしね。渚も食べる。結局食い気が優先されるんだよな。俺たちの素潜り部らしいといえばらしいか。善は急げということで、早々にパフェを食べ終えて相手の見える浜まで移動することになったのだが。ねえねえ、新婚さんなんだから、やっぱり朝ごはんはアモちゃんが作ってるの？いきなり何を言い出すんだこいつは。新婚さんなんて、そんな。どうなの、渚くんが起きる前に部屋に行ってお味噌汁作ったりしてるの？包丁の音で起きるってやつだね。包丁を研ぐ音か。渚はすぐにそうやって照れ隠しするんだから。あっさり見抜きやがるあたりはさすがに友人と言うべきか否か。で、どうなのどうなの、二人でラブラブ朝ごはんなの？それはそのまさか朝からそんなことまでしてるとか。どんなことだ。どんな裸でエプロンで朝ごはんは私って一人で盛り上がるな。裸でエプロンなんてまだしないよ。やってくれるんだ。まだってことはそのうちするってことかな。え、それはね、俺に振らないでくれ。それでそれで実際のところはどうなってるの。白状しちゃいなさい。ね、まだ新婚じゃないから今は花嫁修行中かな。花嫁修行、いい響きね。けど歩夢は日和修行の前に一人で起きられるようにならないとな。もうそんなことみんなの前で言わなくてもいいでしょ。あれ、起きられるようになったんじゃなかったの？テストの時はできてたんだけどな、なぜかまた元に戻ってるんだよ今日なんて。おーい、起きろー。あと1時間。今までよりは短いけど遅刻するぞ。間を取ってあと10分。朝から全力疾走したいのか。大きいぞ。うん、待てけ泥棒。出血大サービスのあと1分。1分なら起きても変わらないんだろう。1分をバカにしちゃダメだよ。1分あればいろいろできるんだから。何ができるんだよ。それを1分間考える。おお、いいか。じゃあ起きるから、その代わりに。なんだ。1分間キスしよう。何を赤くなった。なぎさかわいい。くだらないこと言ってないで起きろ。もう1分経ったぞ。起きて着替えるから出てって。歩の着替えか。あ、スケベな顔してる。さては私の着替えが見たいんだね。誰がそんな。いや、見たくない。それはその。あ、またスケベな顔した。誰のせいだ誰のちゃんと結婚したら見せてあげる。それまではお預け。まあそんなことがあったんだよ。言わなくていいってば。
何を言ってんだ。ハユムの正体をみんなにも知らせてもらおうと思ってたな。どうした？なんかね、聞いてられないね。肩をすくめるネネと額に指を当てふるふると頭を振りつけします。ほら見ろ、呆れられてるぞアイム。でも朝は眠いんだから仕方ないんだよ。呆れてるのはそのことについてじゃないけどね。違うのか。鈍いっていうか、つけ入る隙もないって感じ。まあつけ入る気もないけどね。なんだかよくわからんぞ。はあ、渚はアムちゃんに甘々だってことだよ。いや、そんなことは。そんなこと大ありでしょ。否定したいところだが、確かに歩は前にも増してべってくっついてる気がする。もちろん嫌ではないので困ったりはしないが、そうなるともしも俺がいなかったら歩は毎朝遅刻確定だな。大丈夫だよ。渚が来なくてもちゃんと起きられるもん、テストの時みたいに。じゃあ今日は何だったよ。今日はちょっと油断しただけだよ。渚を試そうとして。どっちだよ。アムちゃんが甘えてるっていうよりも渚が甘やかしてるんじゃないか。そうかもね。だからアムちゃんがだらしなく。俺が悪者かよ。侵害だ。そうだそうだ、渚が悪い。悪者はどう見ても歩だったのに。じゃあ俺がいなくても歩は朝起きられるんだな。それとこれとは話が違うっていうか、渚くんがいなくなったらアムちゃんは生活できないと思うよ。できないできない。自信満々に言ってて悲しくならないか。ならないんだろうな。顔見りゃわかる。ということで、渚くんはアムちゃんの恋人兼お世話係に決定ね。決定。ちゃんとお世話してね、渚。はいはい、してやるしてやる。結局甘やかしちゃうんだよな、渚は。ほっといたら確実に大敗するからな、歩みの場合。あ、でもお世話役ってことはいろんなことをお世話されるんだよね。ふと何かに気づいたように歩が手を合わせる。まあそれが世話役だしな。嫌なことは嫌だって言うけど。じゃあじゃあ毎朝目覚めのキスとか。キャー、盛り上がるな。大体本当にやったらお前だって恥ずかしいだろう。確かにちょっと恥ずかしいかも。でもでも渚にされるならいいかなって。してほしかった。まずは早起きすることだな。でも早起きしたらキスしてもらえないよ。寝てる間にされても気づかないだろう。そういえばそっか。つまり起きてないといけないってことだ。これは早起き促進になるな。私の提案を渚が取った。起きられるようになるんだからいいだろう別に。じゃあじゃあやっぱりキスだけじゃなくす、もっとすごいことにする。趣旨から外れてるぞお前。大丈夫、言いたいことはわかるよ。すっかり会話から取り残された二人が顔を見合わせてうなずき合う。ほら見ろ、また呆れられてるぞ。お前が横道に添えていくせいで。渚がいけないの？それは私が言ったことなんだから。どうせやるかどうか決めるのは俺なんだし、変わらないってそもそもやらないし。じゃあ明日だけ試しにやってみるとかなら。起き
きられるようになった考えてやるぞ。それじゃあ意味ないよ。空が青いわね。ああ、本当に。原生園までやってくると一瞬視界がすべて黄色で埋め尽くされた。はあ、一面ひまわりが咲いている。果てなく見通すことができないほどのひまわりの絵だ。うわー、すごいね。ひまわりがいっぱいだ。なんだか感動しちゃうよね。うんうん、感動しちゃうな。でしょでしょ、やっぱり渚は分かってるね。同じ種類の花ばかり咲いてるっていうのは不自然に思えるけどな。また月島くんはそんな夢のないこと言ってん。いや、僕だって夢がないってわけじゃないけどさ。もっと渚くんを見習いなさい。珍しく俺がいい例として紹介されたの。でも渚もよくそんなこと言うよ。じゃあやっぱり同類だね。二人とももっと夢を持ちなさい。結局そうなるのかよ。まあまあ、ここは甘んじて受け入れようよ。いいけどな、別に。それにしてもアムちゃんはひまわりが好きだよね。うん、黄色くてのっぽさんでいつも優しく微笑んでるところとか。微笑んでる、なんだ。うん、微笑んでるよ。ほら、そこのひまわりも、そっちのひまわりも。表情がないだの、表情が。そんなことないよ。ひまわりさんはいつも微笑んでるの。アムちゃんはメルヘンチックで可愛いな。じゃあ、僕もアムちゃんの側につこうかな。あ、裏切るのか、月島。時には夢のあるところも見せないとね。そうだそうだ、月島くんもっと言っちゃえ。わかったわかった、ひまわりも微笑んでるよ。うんうん、それでよし。ところでアムちゃんってひまわりが好きだからひまわりハイツに住んでるの？何をバカなこと言ってんだねねは。いくら歩むでもそんなはずが。うん、大正解、よくわかったね。名探偵ネネ様にはすべてお見通しだよ。名探偵以前に少し考えればわかることだと思うけどな。そうかな。じゃあ渚くんは分かってた？渚には聞くだけやぼだよ、知ってるに決まってるし。それもそうだね。ああ、もちろんだと深く考えないようにしよう。この点に関しては。でもアムちゃんってなんでそんなにひまわりが好きなの？え、それはね、なぜ俺の方を見る？とって俺と関係があるのか。もうさっぱりわからないけど。ん、渚が関係してるの？あるといえばあるかも。なになに、教えてよ。ダメ、秘密。あー、アームちゃんずるい。口元に人差し指を当てタイムはいつものように言ったけど、その表情が少しだけ悲しそうに見えた。しかしそう思えたのも一瞬だけで、今ではいつも通りの笑顔に見える。俺の気のせいか。もうねね、気になって寝られなくなっちゃう。渚くん教えて。俺に聞かれてもな。ひまわりなんて嫌い。ん、どうしたの？お、いや、一瞬何かを思い出したような気がする。誰かの声が聞こえて、
けれどすぐに消えていってしまった。あの声は、歩なのか。歩ってさ、ひまわり好きだったか。え、渚くん、今さら何言ってるの。どこか打った？日射病とか？違うって。なんとなく、つい、悪い悪い。本当に何を言ってんだろうな、俺は。とにかく、ここで時間を使ってても仕方ないから、先に行こうぜ。そうだね。下見とはいえ、早くしないと暗くなっちゃうし。じゃあ、大樹に向けて、ゴーゴー。ということで、本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。